新川優愛。1993年12月28日生まれ。出身地、埼玉県。身長166センチ。血液型、大型。新川優愛さんは、日本の女優です。ファッションモデルや女優として活躍されている新川さん。ロケバス運転手との電撃結婚が話題となりましたが。 新川さんはどんな性格をされているのでしょうか。そこで今回は新川さんの性格にまつわるエピソードなどを紹介します。彼女には家族思いの優しい性格であるとのエピソードがあります。過去に新川さんは自身のブログに、明日は父の日なので、パパに感謝の気持ちを込めてプレゼントを渡しました。という投稿をされていたことです。この投稿ではパパの日だからというだけでなく、 感謝の気持ちを込めて、と綴られています。父の日にプレゼントを渡す方は多いかと思いますが、新川さんが綴った、感謝の気持ちを込めて、とのコメントに、家族思いの優しい性格、と話題になったようです。新川さんの両親は、彼女が幼い頃に離婚されているそう。彼女は母親ではなく父親に引き取られ、父方の祖父母に育てられたとのことです。 複雑な家庭で育ったようですが、この投稿で家族思いなところがわかりました。また、新川さんは祖母のために自分の結婚を早めたとも、2019年に一般人男性と結婚をしたことを発表し、その結婚報道が話題となりました。しかし、本来は2020年1月に結婚発表する予定だった、と明かしています。結婚を前倒しにした理由は、おばあちゃんが元気なうちに、 ウェディングドレス姿を見せてあげたかったから、とのことだそうです。小さい頃からおばあちゃん子であった新川さんは、今でも変わらずおばあちゃんが大好きのようです。